ウカイ哲也は、日本の建築家。九州大学大学院芸術工学研究院、環境設計学科、デザインストラテジー部門教授。1966年、愛知県刈谷市に生まれる。刈谷市立刈谷南中学校を卒業後、1985年に愛知県立岡崎高等学校を卒業。1990年に、 東京大学工学部建築学科を卒業後、丹下建造都市建築設計研究所に入社。お台場の富士テレビ本社設計や、ミラン・パリ都市計画プロジェクトを担当。1992年、同社退社後、宇海哲也事務所を設立。1995年、東京大学建築学科大学院修士、家庭卒業。1995から1997年に、 かけて、文化庁芸術家派遣在外研修院となる。1997年、アーキテクチャラルスクール・オブ・アーキテクチャラル・アソシエーションを卒業した後、2001年から2009年まで、東京大学建築学科助子を経て、助教を務める。2009年、九州大学大学院芸術工学研究院、環境設計学科、デザインストラテジー部門の准教授に就任。 常識を疑い、新しい視点でコンセプトを切り開くことを仕事とする、建築家。全体を設計した位置、カリアハイウェイオアシスで、全体計画の企画、設計なども手がけ、日本で2番目の売り上げを誇るサービスエリアにすることに、成功。テーマパークなど、レジャー施設入場者数ランキングにて、東京ディズニーランド、USJ に次いで3位。 社会貢献活動として、障害のある人のアートを通じた自立支援、団団、ボックスを発案、実行委員会として運営に携わる。他多数、ありがとうございます。